それではですね、最後は朝鮮をまとめていきます。ね、えー、朝鮮の開国と同様で、まあね、えー、高加党事件からですね、韓国併合までね、まあ一気にね、まとめていきましょう。うん、さあそれじゃあですね、えーと、開国するところからやっていきたいんですが、まあ当時の朝鮮ね、まあ19世紀末でいいでしょう。ね、えー、この時の朝鮮はですね、 え大陰君っていう人とですね、秉貴がですね、権力争いやってるんですね。えー、皇帝は皇素で、まあ、この皇素の父ちゃんが大陰君なんですね。彼は鎖国を訴えるわけ。どことも付き合わない。ね。えー、朝鮮は朝鮮だけで生きていくんだっていうのが、まあ、大陰君の話で。それにね、えー、対抗する形で酵素も嫁な。な、えー。この秉貴はですね、開国しようぜっていうわけね。 えー、開国して世界と付き合っていこう。ね。いろんな国と付き合うべきだ。これで朝鮮も強くしていくべきだって話しんです。とりあえず、この時点でね、貧妃はどっちかっていうと、まあ、日本寄りな話なんですね。まあ、あそんな感じですよ。さあ、そこでですね、日本が朝鮮にちょっかいを出します。ね。まあ、日本人っていうのはなかなかね、せこい民族ですから、まあ、上からね、やられたら下にやり返すんだよね。 えー、やられた相手に立ち向かっていかないで、自分より弱い相手に対して、まあ強く出る。これはまあ日本の特徴ですよね。えー、強い者には交尾へつらいですよ。ね。弱い者は弾圧する。まあこれがね、この国の特徴ですから。えー、アメリカにやられたことをですね、朝鮮に対してやろうとします。ね。アメリカが、ペリーが軍船に乗ってきましたよね。 で、まあ、脅かしかけてですね、えー、最終的には不平等条約を結ばされるわけです。ね。それと同じことをですね、朝鮮に対してやろうということで、えー、1875年、ね、高架島事件を起こします、えー。高架島に、まあ、軍艦を派遣するんですね。で、挑発して、まあ、朝鮮がですね、挑発に乗ってきたらですね、一気にぶっ潰しますよって話で、翌、えー、76年ね、えー、日朝修航条旗を結びます。ね。 日朝修航条件は不平等条約です。日本が有利ですよ。ね、朝鮮にとって不平等条約ねで。これ開いた港がね、すごく大事になりますね。任、え、仙、ー、玄山、プサンで、プサンがよく出ますね。プサンの、ね、位置は必ず確認しといてください。本当に朝鮮の下ですよね。えー、と今で言うと福岡から、ね、フェリーとか出てるわけですから、まあね、えー、ちょっと確認しておくのはいいことかと思います。 まあこれでね、えー、とこう日本が、まあ、朝鮮を開国さ、せるわけです。でこれが対等だったらいいんですけど、対等じゃないんだよね。不平等条約なんですよ。だから朝鮮の人たちは泣いてるわけ。ね、日本っていうのは、まあ、とんでもねえ野郎だって話で、えー、82年にですね、まあ、日本出てけ運動みたいなものが起こるんですね。これをですね、人戸軍乱と言いますね。 えー、人語軍乱っていうのをね、必ず覚えてくださいね。もう名前ね、入れさせる問題が非常に多いです。で、この人語軍乱によってですね、大院君が失脚しますね。大院君が失脚するので、大院君がね、こう、降りちゃうので、便秘が、ああ、権力の中枢に立つわけね。で、便秘はさ、どう最初は日本寄りだったんだけど、日本ってとんでもねえやつだってわかるわけですよ。ね。 不平等条約を押し付けけたりするわけで,しょで、しょあまりにもひでえから、人口軍乱なんかが起きるわけですよ。なので、貧妃は日本じゃねえなと。これ、真だなっていうことで、えー、この後ね、貧妃が真に接近します。ね。えー、は真寄りになりますよ。ね。で、これに慌てるのが日本なんですね。貧妃って日本寄りだなって思ってたのが、あまあ、真がいいと言い出すわけですよ。これはね、結構困りますよ。だからどうするかって言ったら、 便秘が権力を握ったら、ほら、新寄りになっちゃうので、そりゃいかんということで、日本がですね、金を出して、まあ、日本寄りの奴らに援助するんですね。で、彼らにグループを作らせて、まあ、彼らと便秘をですね、対立させようとするわけです。で、これがですね、84年ね、後新政変になりますね。えー、更新政変はですね、便秘を中心とする時代と、これは親が好きなグループです。 えー、金玉金、えー、とか僕栄光を中心とする独立と、これは日本が好きなグループね。で、これで新グループと日本グループに分かれて対立させるんですよ。ね。で、この結果ですね、結局引き分けです。ね。85年に天津条約が結ばれて、えっ、ー、と、日本と新は出兵するときにね、事前紹介を約束します。さあ、前半ここ山ですよ。ね。 とにかくね、ここの挑戦史はね、順番が大事。ね。内容はね、ちょっと突っ込みすぎると日本史になっちゃうので、えー、世界史はとにかく順番です。ね。えー、まずは、高架藤事件の結果、何ですかって聞かれたら、日朝修好条期ですよね。日朝修好条期のきっかけは何ですかって書いたら、高架藤事件と。まず、この順番をね、押さえてください。で、えー、開いた港はって書いたら、えー、任仙と玄山とプサンとね。 特に、プサンを強めに覚えておくってことですよね。で、この後はですね、えっ、ー、と、人語、行進、天心ですよね。人語、行進、天心としっかり覚えますね。この順番が大事。人語、行進、天心と覚えて、強く覚えておくのは行進政変です。ね。時代党と独立と特に金玉筋ね。ここはしっかり押さえておくといいでしょう。で、ダメ押しで天心ですよね。 天身条約ってさ、三つ言えるよね。もうね。えー、と、フランスのベトナム進出の時に勉強した天身条約ってありましたよね。えー、さっきやったアロー戦争の時に天身条約ってありましたよね。で、朝鮮でも天身条約があるので、今のとこ三つだよね。まあ三つなんだけどね、ね、えー。入試では天身条約ってきたら三つですから、ね、この三つしっかりね、押さえておきます。 特にフランスのやつと、この朝鮮のやつね、ここはね、意外とね、盲点になりますから、転、え、身、ー、条約言ってみてって聞かれたら、ちゃんと言えるように、えー、しとくといいですよね。はい。順番でね、押さえます。さあ,あ、そうするとですね、この結果どうなるのって聞かれたら、ほら、真は真で、朝鮮は自分の古文だと思ってるわけですよ。ね。日本は日本で、まあ朝鮮は自分の古文だと思ってるわけね。 まあ、要するに、両方、おなんていうのになんかまあ、どっちつかずって感じなんですよ。で、いつの時代もそうですけどね、えー、どっちつかずは良くないですよね。優柔不断はね、やっぱしね、ダメですよ。ね。えー、これはね、結構ね、えー、大事ですよ。物事は、やっぱしね、会ってても、間違ってもね、こうスパッと自信を持って決めるのがいいですよね。 まあ入試もそうですよね。まあ、あこれが答えだと思ったらそれでいいんですよ。なんか私バカだし、とかさ、思ってなんか答え書いちゃうとそれが意外と間違ってたりするじゃないやっぱね、自信を持ってね、書くのがいいですね。優秀不断はね、あんまね、ダメですよ。ね。えー、僕もね、結構ね、僕結構決断力があるんですよ。すぐパッパッパって決めるんだけどね、食べ物だけはね、なかなか決まらないんですよ。 こうね、ご飯食べに行くとね、もう本当ね、ど、どれも食べたいんですよあの。食べるに興味がありますから。でね、決まらないんだよね。あれも捨てがたいし、これも捨てがたいってさ、こう、優柔不断になって悩んでるんです。やっぱしね、そういうのはダメですよね。まあ、人間としてね、なかなか弱いなと思うわけですけど、結局ね、朝鮮もそんな感じなんですよ。ね。えー、日本側がいいかなとか、新側がいいかなとかさ、いろいろ考えてるわけですね。 そうするとさ、朝鮮の国内でもね、何やってんだよ、それって。ふざけんなよ、っていうことで、えー、暴れる奴らが出てきますね。えー、1894年、東学党の乱が発生します。えー、東学党の乱は別名、交互農民戦争とも言いますよね。まあ、両方出てくるので、えー、東学党の乱イコール交互農民戦争としっかりね、えー、言い換えで覚えておくといいでしょう。で、 このね、交互農民戦争、もしくは東学党の乱が朝鮮で起こるわけです。ね。でね、えー、これ朝鮮で起こるから朝鮮これ鎮圧できないんですよ。で、朝鮮困ってるんですよね。そうすると日本がですね、よし、俺の出番だと。ね。シンも、いや、俺の出番だって言って、二、えー、人して朝鮮に行くんですよ。ね。二人して、日本とシンがね、二人して朝鮮で行ってね。で、朝鮮でばったりありま、会いますから、えー、これで日清戦争になります。なのでみんなは、東学党の乱、 交互農民戦争ね。もしくはね。まあ、これがきっかけで日清戦争と覚えてください。ここはま、あ中学生のね、話ですから、いいでしょう。で、ちなみにですね、この東学とね、東学という組織が中心となりますね。えー、っとですね、東学の教祖は、再生具って言いますね。再生具ね。で、東学って何っていうと、後で整理しますが、これは正学の反対と覚えてください。西の学問ね。 西の学と書いて、西学はキリスト教のことですので、東学っていうのはね、アジアの宗教をごちゃ混ぜにしたものです。ね。後でちょっとまとめていきましょう。ね。え、なので、東学を始めたのは最制御です。これが、まあ、息子の再時系とか、まあ、再時計は覚えなくていいので、指導者全法順ね。東学党の乱を指導したのは、ね、東学党の乱の先頭に立ったのは全法順になります。ね。全法順ね。 で、スローガンは、蓄陽石はですね。蓄陽石ははね、少し難しいです。ね。まあ、ちょっと難関校向けですので、余裕があればいいですね。まあ、要するにヨーロッパのものも日本のものも全部ね、ぶっつぶそうぜってことですよ。ね。みんな出てけよって感じなのね。えー、なんです。さあ、あこれで日清戦争が始まりますよって話ね。で、この日清戦争ね、始まったのが、まあ、あ、いいんですよ。普通にね、疑問に思わない人は、交互農民戦争から日清戦争って、 え、なるんですけど、なんで戦争起きたのかっていうのが、いまいちよくわかんない人いますよね。えー、交互農民戦争が起こって、日本と清が共に出兵。これでなんで日清戦争になるんですかねそりゃなるよね。えー、ほら、ね、みんな朝鮮は自分のものだと思ってて、ね、朝鮮でばったり会ったら、そりゃ喧嘩にもね、なりますよね。わかんないだろうそれはね、もうわかりやすく言うとね、昔ね、 えー、学生の時にね、佐藤っていうね、友達がいたんですよ。佐藤って友達がいて、えー、佐藤の彼女はね、某ね、ほにゃらら女子大の、まあ、女子大生なんですね。まあね、まあ、なんていうのかな。まあ、本当にね、えー、女子ですよ。ね。そしたらさ、まあなんかほら、その時のね、20代のさ、前半の女の子っていうのは特にね、こう恋愛感がすごく強い時期じゃないですか。ね。で、なんか喧嘩したんだろうな。 え、喧嘩してですね、えー、こう、電話が鳴るわけです、僕の携帯がね。普段ね、携帯なんか絶対取らないんですよ。まあ、基本ね、許す、使いますから、ね、引きこもりですから、えー、なんですけど、その時たまたまね、ちょっと先輩と焼肉を食べてたんですね。で、携帯置いといてさ、肉食ってたら、鳴っちゃったの、携帯がね。で、取っちゃったんだよな。それがさ、そのね、え、佐藤の彼女からでさ、いや、なんかね、あのー、佐藤がね、冷たいのとかっていうの、知らねえよ、そんなのって。 な <laughs> うん、もうさ、はなあこう、佐藤悪いよねよし、俺言っとくよみたいな感じでさ、こう、慰めの言葉をかけてほしかったんだけどさ、そんなもんね、僕が言えるわけないじゃないですか。ね。なので、あそうですか。それは残念でしたね。ブチって切ったわけですね。で、それから数日経ってですね、佐藤が落ち込んでるからどうしたのって言ったらさ、いや、振られたっつうんだよ。なあさあ、さ、まあ、佐藤が悪いんでしょう。ね。それはね、たださ、 まあ99、99%あいつが悪いんですけど1、1%な。ちょっと俺にも責任あるかなって思ってさ、ちょっと後ろめたい気持ちになってたんですね。そうするとさ、佐藤がさ、いや、彼女に謝りたいから、彼女のマンションの前までね、送ってってくれって言うんですよ。めんどくせえなって思うんだけどさ、ちょっと後ろめたさもあるからさ、行くんです。で、行ってな。で、こう、早く行ってこいって言ってさ、佐藤が車を降りてね、こう、マンションの前に行くんですよ。で、オートロックの番号を押すんだよな。出てくんないんだよ。 でもさ、えー、彼女の部屋が6階ぐらいだったんだけど、6階の部屋はさ、明かりがついてるわけですね。で、いるんだけど、なんかこうね、えー、驚くしてくれないわけですよ。で、携帯の電話かけるんだけど、出てくれないんですよ。さ、もうさ、いいよって、帰ろうよって、言うの。さ、ね、いや、俺諦めきれないって言ってさ、えー、どうしたかって言ったら、このマンションの排水管あるでしょ。ね。 排水管をね、登っていくんだよね、6階まで。命綱な,なしでね。落ちろって思ったんだけど、ね、えー。で、なんかスパイダーマンみたいにシュル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 登っていって、こうベランダに立つわけですね。で、ベランダに立って、ゴンゴンゴンってね、窓を叩くわけですよ。それはね、不法侵入ですよ。ね。で、さすがに彼女もそれを開けなきゃいけないから開けたわけですよ。そうしたらね、あらびっくりですよ。ね。そこに男がいたんですよね。 これどう日清戦争みたいじゃないね。えー、一人の女性の部屋に男が二人いるわけですよ。これはね、喧嘩になりますよね。ベランダで殴り合いです。ね。ベランダで殴り合って、佐藤負けちゃうんだよな。で、佐藤が負けてさ、帰るときさ、こうな、えー、ちょっとな、恥ずかしいけどさ、部屋こうな、あね、えー、通してもらってさ、ね、エレベーターで帰ってこえばいいのに、負けたからさ、排水管またね、えー、降りてさ、来るわけですよ。そこは勝てよって。 思うんだけど、まあ,あ、そんな感じですよ。ね。わかるね。えー、なので、えー、こう、朝鮮をめぐって、新と日本が争います。これね、日清戦争ですよ。日清戦争の内容は、中学生でもやってますから、ここはいいですよね。えー、1895年に下関条約を結びます。ね。えー、下関条約の全権は、伊藤博文と李工省になりますね。まあ、とにかくね、新の時の外交関係は李工省が多いですよね。 で、えー、このね、下関条約ですが、朝鮮の独立を認めさせますね。さ、あこの後ですね、えー、朝鮮が独立した後、まあ、独立を真に認めさせた後ですよね。えー、流れを軽く追っときます。まあ、日本史ではないので、ちょっと一言話聞いといてくれればそれでいいですね。えー、と、この後ね、ンヒ殺害事件が起こります。やっぱしンヒって邪魔だったんだよね。 で、ビンヒは最初中国寄りだったんですが、日清戦争で、えー、日本が勝っちゃうので、この後ロシア寄りになろうとするんですよ。さすがに日本はね、それは許せないので、ビンヒを殺しちゃいます。で、97年に大韓帝国と解消します。南韓国ここがチェックです。ね。大韓帝国、必ずチェックしておきましょう。ね。あの、これ実は意外とあんま知らないよね。立朝鮮 から、こう、勉強していって、いつの間にか教科書、韓国になるんだよね。で、これね、97年に名前が変わってますね。大韓帝国は、南韓国は注意ですよ。立氏朝鮮から大韓帝国に名称変更です。さあ次。えっ、ー、と、ゲットしたところはいいですね。両東半島と台湾と方向諸島をもらいますね。まあ、両東半島中学生レベルです。台湾もね、中学生レベルですよね。 で、方向諸島はね、方向諸島ですので、まあ、欠かせる問題ではないので、まあ、両東半島、台湾方向諸島でいいでしょう。ね。えー、賠償金をゲットして、これを元手にですね、この後、八幡製鉄所が作られます。ただし、世界史なので、この八幡製鉄所は軽くでいいですよ。ね。えー、です。で、この両党半島なんですが、実はこれ、ロシアが狙ってましたね。 えー、ロシアが狙っていて、ロシアがですね、ここにシャシャリ出てきます。ね。えー、中国君かわいそうだろ。返してやれよっていうのね。これを三国干渉と言いますね。ま、さすがにロシアだけではね、言いづらかったので、フランスとドイツを誘います。ね。ロシアとフランスとドイツを誘って三国干渉。この結果、日本はですね、両党半島を返還します。 で、これがきっかけで日露戦争に繋がっているわけね。まあ日露関係が悪化して、日本とロシアが仲悪くなって、まあ1904年に日露戦争が起こります。ね。さあ、まずね、ここまでの話ねえ。日清戦争に絡む諸々ね、しっかりね、押さえておきます。まあとにかく順番ですよ。高架党事件日朝就好条規で一つね。人後後進転進で一つね。 で、東学党の乱、日清戦争、下関条約、三国干渉ね。これで、えー、一つね。えー、全部で三つね、えー、ブロックで、だーってね、流れを入れていくと非常にいいですよね。さあ、それじゃあですね、この後、韓国併合の流れを見ていきますね。えっ、ー、と、1904年に日本はロシアを破りですね、1905年にポーツマス条約を結びます。 これで朝鮮に誰も口出しできなくなったので、まあ、韓国併合まで突き進んでいくわけですよね。で、この時に、えっ、ー、と、みんなはね、日韓協約のお話をしっかりできるようにしてください。日韓協約は全部で3回あるのね。で、日韓協約は名前的には簡単なので、これは内容が聞かれます。内容が聞かれて、その間ね、第2次と第3次の間に何があり、 第3次の後に何があり、1910年の韓国併合につながると。こういうふうに、えー、それぞれの間にある出来事をしっかり押さえていってほしいのね。いいさあ、それじゃあ行きますね。えー、1904年に第1次日韓協約が結ばれます。これは、えっ、ー、と、日本人顧問の採用ね。顧問チェックですね。えー、日本人顧問の意見を少し聞いてねっていうのが第1次日韓協約ね。 だから、これは弱いですよ。ね。第一日韓協約は意見聞いてねって話ですよ。ね。で、この後日本は日露戦争に勝ってポーツマス条約を結びますよね。ロシアが朝鮮に口出ししなくなるので、一気に朝鮮にね、畳みかけていきますよ。ね。えー、1905年、第二次日韓協約を結びます。これは外交権を奪います。いか第二次日韓協約ときたら外交権と押さえてください。 で、えぇ、ー、官府を設置しますね。外交権を奪って、党官府設置です。ちなみに初代党官は伊藤博文になりますよね。で、外交権奪われるわけですよ。ね。えー、で、党官府設置して、まあ監視されるわけです。これはひどいよっていうことで、ちょうどこの時にですね、バンコク平和会議がハーグで開かれてるんですね。で、このバンコク平和会議に構想がね、 え、密誌を派遣します。これをね、ハーグ、密誌事件っていうんです。ね、構想が死者を派遣して、ね、日本ってひどいことやってんだよって、チりに行くんですよ。ところがいいか、これ外交権奪われてるんですよ。外交権が奪われているので、構想が派遣した死者は、オフィシャルな死者として認められないんだよね。 で、日本ひどいことやってるのは確かなんだけど、その外交権がないですから、まあ,あ、普通のおっさんなんですよ。ね、来たのはね。で、ちょっと言うことを聞いてあげるわけにもいかないわけ、立場的にね。だって外交権奪われてるわけですからね。なので、えー、このハーグ密使事件は失敗です。もうね、えー、日本が、あの、メンツが丸つぶれなだけなんですよ。このハーグ密使事件って結局ね。でさ、日本ブチギレですよ。お前、ざけんなよって。 な、なんでお前恥かかしてくれてるんだよっていうことで、えー、第三次日韓協約を結ばせます。今度は内政権を奪いますよ。内政権を奪って、軍隊も解散します。で、と、これでね、もうね、外交権がありません。内政権がありません。軍隊もありませんって。もう国としてのさ、手を保ってないよね。だってない、外交権もない、内政権もない、軍隊もないですから、 実質日本に支配されてるようなもんですよ。もう日本の言いなりですから、もうみんなね、韓国の人たちは日本のことが嫌いになるわけですよ。いや、本当に嫌いになったんだろうな。で、えー、1909年にですね、えー、初代当官ね、伊藤博文が暗殺されます。ね。これは、あ安重根によって殺されますね。安重根が伊藤博文やっちゃうんですよ。 伊藤博文ね、初代党官ですが、この人をね、初代内閣総理大臣でもありますからね。伊藤博文殺されたらさすがに日本もね、黙ってられないですよ。これ黙ってたらメンツ丸つぶれですからね。なので日本はもうちょっとさすがに伊藤博文殺すのはありえないと。もう韓国のすべてを奪いますっていうことで、韓国併合が1910年に行われます。ね。 えー、韓国併合をしですね、えー、朝鮮総督府を設置しますね、えー。東韓府から朝鮮総督府と覚えてください。で初代ね、えー、この朝鮮総督府のトップは寺内正剛ですね。少し難しいよね。えー、なんですけど、まあ、余裕があればちょっと用語集開いてみてもいいかなと思いますねで。この朝鮮総督府の下で武断政治が展開されますね。武断政治ね。 ま、なんでもかんでもね、暴力で、えー、やっちゃいますよ。ね。で、これでまたね、えー、韓国の人たちは日本のことが嫌いになります。ね。えー、この結果、義兵闘争が激しくなりますよ。ね。義兵闘争は、反日義兵闘争と言ってもいいです。反日つけてもいいですよ。ね。反日義兵闘争、もしくは義兵闘争が活発化になるよって覚えておくと大丈夫ですよね。さそうすると、この韓国併合の流れも多いよね。 一時はって来たら顧問です。二時はって書いたら、えー、内政権。ごめんね。二時はって書いたら外交権。ね。二時はって書いたら外交権と、あとは統関設置ね。で、ハーグミ支持権があって、これ外交権奪われてるから失敗。ね。で、えー、怒って三時で内政権。ね。奪って軍隊解散ですよね。で、えっ、ー、と、伊藤博文が暗殺されて韓国併合と。ここも順番だよね。ここもしっかりね、順番を押さえておいてくれれば大丈夫でしょう。 さあ、最後ね、二つポイント確認しておきますね。えっ、ー、と、19世紀初めの没落ヤンパンチェックです。ね、これ必ず没落ヤンパンって入ってますね。没落ヤンパンが起こした反乱何ですかって書いたら、後継来の乱ですよ。ね。19世紀初めと没落ヤンパンがキーワードで後継来です。ね。え等、ー、学と正学いいですよね。等学は再生具で、性学の方ね、ちょっと難関校は聞いたことがあるようにしとくといいでしょう。 えー、性格の中心はね、えー、有名な人ね、これ、定着用と言いますね。定着用ね。えー、再生具が当学の代表者ね。定着用は、性格の代表者と覚えておいてください。最後ね、琉球将軍は、えー、軽く目を通していってくれればいいでしょう。えー、まあ,あ、日本史なのでね、まあ、ちょっと軽く見とくぐらいでいいかなとは思いますね。 さあ、挑戦はね、順番が大事ですから、順番ね、しっかり押さえてください。